ああ、学校だりーな。隕石とか降ってくんねえか。あ、お姉さん、落としましたよ。お姉さん。え、ちゃったよ。あ、やで、遅刻だ。通報とかあったよ。おお、それでヘッドスライディングだったんだね。ああ、俺、次遅刻したらやべえからな。で、どうしたの、その年は。ああ、そうそうそう。俺なんだけどよ。おお、普通のポーチだね。だと思うだろう。変なんだよ、これ。え、変って。開けてみよう。ん？あれ？開かねえんだよ、それ。ほんとだ。多分接着剤かなんかついてんだと思うんだけど。なことある？ポーチだぜ。確かに。変だね。だろ？なんか入ってる。ああ、めちゃくちゃ気になってよ。さっきの時間いろいろやってたんだけど。やっぱ無理だな。なるほど。でもな、さすがに無理やり開けんのもな。どうするのそれ。いや、返すよ。俺もじゃねえし。あ、そっか。その方がいいね。ああ。でもよ、こういうのってどうすんの？小判？花。ん？どうしたの？あ、いや、先生に渡しても変だもん。交番でいいと思う。ああ、終わった。帰る。ああ、いや、俺さっきのポーチ交番持ってくから、せっかくっていいよ。え、一緒に行くよ。え？マジで？いや、でもわかんねえけど。多分めっちゃ時間かかると思うんですよ。完全に付き添いになっちゃう。時間は大丈夫。それに、なんか嫌な感じするし。変な感じってなんだよ。やめろよ。うまく言えないけど。とりあえず、パッと交番に届けちゃおう。うん。わかった。ああ、ここだよ、ここ。うん。ここ。うん。そこで信号を待ってて。で、そっちにバイクが止まってた。で、そのバイクが落とした。そうそう。まあ、バイクだからな。追いつくのは無理だなと思って。なるほど。交番は、この近く。うん、うん。その角もあったらする。そっか。じゃあ行こう。うん。どうした？いや。なんかあそこに、なんか雨降ってきそうだし、急いだ方がいいんじゃないか。ん？うまい！連れてけ。ここは？え？だよ。これ。おい。いいか、俺の質問にだけ答えろ。余計なことは喋んな。ほら、吹くな。もし破ったら。その椅子から電流が流れる。電、ちょっと待ってくださいよ。できれば俺も殺しはしたくない。協力してくれりゃ、またお天道様を拝むことができる。してくれなきゃ。一生ここで電流を浴び続ける。アンダースタン。許して。許して。爪くん。わかりました。ああ、物分かりがいいね。さすがメガネ君だ。じゃあ、最初の質問だ。